皆さんこんにちは、サラです。今日は獅子座さんの2022年前半をタロットで占っていきたいと思います。2022年前半、早いですね。もう2021年も終わりですね。なんか本当このコロナでね、明け暮れて去年からですよね、2020年からなんでね、もう約2年間、なんかもう本当空白の2年間っていう気がするんですよね。まあでも、まあよく考えたら、本当によく思い出したら、今年ねオリンピックあったんですよね。あんな大イベントがあったのに、今年のことだったっけっていうぐらいの記憶しかなくてね。で、秋篠宮眞子さまの結婚があったでしょ。で、芸能界で言うといっぱい結婚しましたよね。誰、菅田将暉さんと小松菜奈さんでしょ、星野源さんと新垣結衣さんでしょ、で、嵐の桜井さんと相葉さんね。まあ本当電撃的なね、結婚発表があったり、あと本当に電撃的な離婚発表ね、石橋貴明さんと鈴木保奈美さん、市村正親さんと篠原涼子さん。いや本当なんかもう人生山あり谷ありっていうね、そんな感じがしますね。まあまあ、でもまあまあ、なんといってもね、やっぱりね、そのコロナ、まあ、今ねちょうど年末になってきてね、オミクロン株の感染がとかね言われてますけど、まあもともとね、もともとっていう言い方もおかしいけど、私もともとなんかその京大の教授のね、宮沢先生っていう方が本当にずっとおっしゃってたのが、コロナをねそんなに恐れないでいいっていうようなことをね言ってらっしゃってね。まあこれがね、あの関西ローカルだと思うんですけど、まあ、全国ネットになると炎上するかもしれないような発言をずっとされてるんですね。でも私はね、あのその先生の言葉をすごく信頼してて、まあ、本当あんまりね、あのもう恐れなくていいんじゃないかなっていうね、そんな気がしてますね。まあ、あの飲み薬もね開発されて認可されて、まあ、来年はねようやくね、コロナも落ち着いていくようなね気がしますね。そして早くね、日常のね生活が取り戻せたらいいなって思いますね。まあね、マスクのない生活がねできるようになればいいかなって思いますね。で、タロットで占っていくんですけど、いつも私は言うんですけど、まあ、占った結果がね自分にとってこう心に響くとか思い当たるとか、そういうことがあればね受け止めていただければと思います。全く自分にね、関係がないわと思うことはもう本当スルーしてくださいね。では獅子座さんの2022年前半の流れ、タロットで見ていきます。見ていきます。わお、いいカードだ。こういう展開です。はい、獅子座さんの2022年前半、ものすごくねいいカード出ましたね。まあカマンタロットでね、この正位置が3枚出て視線もねつながってないっていうのはとてもいいカードなんですね。しかもこの女帝からの皇帝っていうのは、自分の持ってるアイデアや発想を実現化していくっていうカードになってるんですね。でその間にこの恋人のカードがあるっていうことは、自分自身のそのアイデアとか、まあ、考え方っていうのを人とのコミュニケーションを通じて実現していくことができるっていうカードになってるんです。
だから、まあ、もし何かねしようと思っていることがあるなら、もう自信を持って進めていったらいいかなと思うし、まあ仕事の上でもそうだけど、恋愛でもとても恋人との関係性が良くって、まあ、それが発展して結婚につながるとかね、そういうこともあるんじゃないかなって思いますね。まあいずれにしても自分が思っていることをしっかりと実現させることができるっていうね、そういうカードになっているので、自信を持って動いてもらったらいいんじゃないかなって思いますね。ということで、獅子座さんの2022年前半は以上になります。参考にしてみてくださいね。